ガチ眠。今日も朝頑張った。今日も朝配信諦めようと思ったもん。朝配信やめようかなって思ったもん。ぶっちゃけ今日9時50分に起きたんですけど、起きた時に私あダメだと思ったんですよ。あーこりゃダメだと思って、もうなんかあ絶対ダメみたいな思ったんですよ。寒くて鼻赤い、寒すぎる。バンちゃんありがとう。でもこうやって起きてコンタクトつけて顔も洗ってさ、化粧水もつけてさ、偉い、偉すぎる。山本さんありがとう。諦めたらそこで試合終了。はあ、でもそれ配信ってさ別にしてもしなくてもいい義務じゃないじゃん。義務じゃないからさ、何別にしてもしてもさしなくてもいいのにさやってんだよ。やってるのが当たり前と思わないで。なんか私もう昨日病んで、なんか闇メール送ろうと思って用意してたけど、なんか寝る前になったら元気になってちょっと送るのやめようかなと思った。みんなを悩ませるのは申し訳ないかなと思って、なんかそんなこともやられてもって感じだろうし、リンゴみたいになってる。でもファンの人いいわ。なんか私の気持ちは分かってもらえないだろうし、なんかそれ面白いと思ってんな。最悪。アラマサダリアさんありがとう。カンジさん頑張った。えタワーですか。カンジさんありがとう。タワー、え朝起きただけなのに朝起きただけなのにありがとう。ジャックさんありがとう。え早起き偉い。いつもより早起き。いやなんなら昨日とかリハーサルの方はずっとな早かったわ。リハーサルずっと早かったな。ひどい、いつもより早起きだねって。フィオリンさん、芝さん、さまきさんありがとう。しおりさん仕事帰ります。え仕事今帰るの。大和さんありがとう。やっぱりメール送ることにしようかな。内容ちょっと書いて送るわ。メールはファンの人に届くやつだから言っていいですよね。えのりさんありがとう。アイスレモンさんありがとう。なんか結構なんか一応最後にできることをやったんだけど、なんか響かないというか、なんかあれですなんかおかっぴさんありがとう。じゃんけんさんありがとう。11月2日もう2日だよ。やば、明日か。やば、高松から見に行く。ありがとう。今日の支援届いたの早いね。嬉しい、ありがとう。近いからか。街で会えるかも。確かに街で会えるかも。ほんまに街で会えるかも知らんけど街で会えるかもって言ったら今でも会えるけどな。秋松つさんかわいい、ありがとう。なともさんありがとう。
やばい、目乾燥。しかも熊がやばいんですよ。なんか配信では映らん。あ、私あれじゃない、多分加工つけてるか。なんかまたプルルルルって言った。使用したショールームはしないです、ないよん。もう卒業公演どころじゃない、私の卒業公演どころじゃないの、もはやそこまで考えられてない。もう何ですかね、ユミンさんの卒業コンサートに向けて頭がいっぱいです今日の夜配信するかも、夜に10時半できたらいいなって思ってる。10時半目指してます。どうなのかわからない。はじめだよさん、ありがとう。大和さん、ありがとう。そして幹事さん、頑張った、ありがとうございます。頑張ったわ、ありがとう。早起きしただけなのに頑張ったわなんて、本当に甘やかしアンピーズというか、本当に優しいというか、本当にありがとうございます。頑張った、早起きして配信してよかった、本当にそう思いました。ありがとう幹事さん。そして幹事さんのおかげでめちゃくちゃ元気も出て、今日一日頑張れそうです。今日私が頑張っていけるのは幹事さんのおかげです。本当にありがとうございます。この配信11時くらいまでします。ありがとうございます。最高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 。だってさ、この時間もさ、本当は寝れたわけじゃん。しかもさ、本当はこの時間さ、自主練とかさ、練習ができるわけじゃん。そう、それをさ、なんかそうやって言ってくれると、配信してよかったってめちゃくちゃ思いますよね。なんか昨日もめちゃくちゃ、あ、なんか時間を無駄にした気持ちになったんですよ。だけど今日はもう本当に良かったって思いました。ありがとう幹事さん、ありがとうございます。ありがとうありがとう。部屋の片付けとかもしながらもうやってきます。無駄のないかどうかは私が決めるわけであって、2階の前、あー、ありがとう。2階、あー、一般じゃないわ、 A 席ってことかな。ありがとう。え、マジこのファイル可愛くない？プレゼントもらったんだけど、可愛い。トゥードゥールシートとご褒美シールだって。これで大学頑張るだって。ご褒美シール貼るために頑張るわ。お腹すいた、お腹すいた。手紙のお礼まで行きたどれるかが不安だ。
わあ。メイさんありがとう。え、待って、かわいい。かわいい帽子。帽子いただいた。かわいい。嬉しい。ありがとうございます。この映画見た。アンピに出会えてよかった。嬉しいよ。私もですよ。ありがとう。ノウドンのライフ。ガンピーさん似合う、ありがとう。ショーリーさんかわいい、ありがとう。ありがとうございますね。なんかうどんの1位みたいな、なんかね、 GHP さんありがとう。喉乾いた。靴下かな。あ、うん、なんだろう。すごい暖かい靴下をたくさんありがとうございます。あったかそうな靴下がいっぱい、ありがとう。これも、これも靴下。うどんの靴いっぱいあったよね。福山さらさんありがとう。コップ、かわいい。犬だ、犬、犬だ、犬。え、これ何、どういうこと。ミニタオル付きマグカップ、あ、ミニタオル付きマグカップだって。すごい。ちょっと開けないでおこう、楽しみ。家帰って開けるの。マグカップ全然落ちないってママが言ってたから嬉しい。石はめちゃくちゃあるんだけど。佐藤くんありがとう。佐藤くん、え、マフラー嬉しい。マフラー、え、めちゃくちゃ使いやすい、使いやすいマフラー。今年のカロルからの季節。なるほど、誰からもらったのか。なるほど、ありがとう。これはガラス。これも、あ、これはこの中にね、これをここにまとめたら同じ服って思ったから、マスク。あ、ちょっとお腹鳴っちゃった。あ、見て、神戸のセーラー服のハチワレ、かわいい、かわいい、かわいすぎない、ちょっと STU 感あるよね。かわいい、ありがとうございます。かわいい。そしてリトリグリーマン、なんだろうこれ。あ、タオルだ、タオル、タオル。ブランケット、ラストワン賞、え、ラストワン賞プレゼントしてくれたの、やば。ラストワン賞のエイリアンプレゼントしてくれた。ラストワン賞、ディズニーのさ、あ、ディズニーキャラ見せちゃった、やばい、やばい、見せちゃった、どうしよう。テラさんかわいい、ありがとう。え、ラストワン賞いいの、え、嬉しい、え、嬉しい。これはあ、ゆみ兄さんがいるからプレゼントしてくださったんだ、ありがとう。嬉しい。早速見ちゃおう。ゆみ兄さんいた、嬉しい。サインもらいたい、絶対。ゆみ兄さん今お忙しいと思うけど、サインもらえるかしら。でも絶対もらいたいな。え、かわいい、マジでかわいい、やばい、かわいい、え、やばい、透明感えぐ、やば、やば、やばい、やば、
そうですね、コンサート1日2公演、内容も違うし、そう、すごい素敵な公演になるので皆さん来てほしい。書いてた。トゥ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 、え、マジで可愛い、やばいもん、私このマスカット持ってる時の顔めっちゃ好きだもん、やばい。スエンさん可愛い、ありがとう、これマジ可愛いわ、いや可愛すぎる、やばい、可愛い、可愛いわ、もう大優勝してる、1位だもんこれ、もうこの雑誌見たらみんな、え、ゆみりん、滝野ゆみ子さん、うわー、これの人が一番可愛い、いっちゃん可愛いし、可愛いってなる、絶対これはもう大優勝してる、すごい、大優勝ゆみこさん、あ、待って、お腹すガチでお腹すいた。眠、え、袋ありがとう、え、ちいかわのシール、嬉しい、たくさんありがとうございます、え、嬉しい、ありがとう。アサイボール作れないの、グラノーラがないから、まあ、作れるって作れるけど、なんかグラノーラないと寂しいから、え、たくさんありがとう、いい感じに早起きできた、うん、怒ってるよ今、知らんけど。怒ってはないけど、え、タオルいっぱいありがとうございます、たくさん使います、あ、危ね、ワクワクアソート、あ、これか、え、すごい、ハテナブロックある、すごくない、ハテナブロックのタオルある、すげえ、すごいね、ちょっとこれ通貨を、事務所か、最近はね、全部ね、レッスンの捨てる場所がレッスン場じゃなくて別の場所だったので、今までた、あの、そう、ちょっと広い場所でやるために違う場所だったから、タクシーで移動してタクシーで家帰れてたから、ちょっと持って帰れてた、それなかったら結構きつかったからよかった。え、神戸の中華街の、え、可愛すぎない、可愛すぎる、ちいかわ、可愛いちいかわさん、え、待って、これ欲しいと思ってた、箸置きの帽子、え、可愛すぎる、可愛い、あ、これいい賞なんだ、あ、いろんな種類あるんだ、あ、あ、え、マリオ、え、いっぱいありがとう、すごい、たくさんありがとうございます、これ直で入れて大丈夫かな、大丈夫か、箱だし、ね、可愛すぎる、え、あとたくさんいっぱいの、え、つながるやついっぱい、もう何人お家に来てもコースターある対応できる、あ、これ持ってなかった、嬉しい、ラボアタイ、嬉しい、こうやってつなげる、あ、どれだっけ、つなげるの、こうやってつなげる、これをこれで、すごい嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、マリオめっちゃ嬉しいんだけど、思ってた、嬉しい、え、嬉しい、嬉しい、マジで嬉しい、ありがとうございます、え、マジ嬉しい、ありがとうございます、これめっちゃ欲しいなと思った、嬉しい、一応袋ここに置いて、なんか落としちゃった、それ撮って動画撮って、あ、編集間に合わないです、編集が間に合わねえな、
やばい、入りきってない。いい意味で。朝ごはんの時間だ。ちゃんと片付けできたから。漢方激まず、漢方がけまずいです。これあとおりこちゃん持ってきたんですか。あ、今日じゃないけど明日ね。どれかな、どれの衣装着るっけ。これは今日の夜配信でやろう。食べようと思います。もう朝ごはんはできています。昨日の夜仕込んだからね。最近ハマってるのはオーバーナイトオートミールです、にハマっていますので、よし食べようと思います。バナナとブルーベリー、あ、バナナ落した。サラチン好きじゃないあんまり。あれって塩分ありますか、オーバーナイトオートミール。あ、違う、間違えた。サラダチキンって塩分ありますか。ない、今塩分控えてて、こういうもんなんか甘いもん食べちゃう。だからよくないけど甘いもん食べちゃう。マジよくないよね本当に。アサイはねちょっとね今ね作れない。あと豆乳を使い切らなきゃいけなくて、豆乳を使い切るために塩分2か、悩みだねそれは。なんかブルーベリーも使い切らなきゃいけなくてさ、結構割大変。なあ、朝ごはん何食べたんですか。オーバーナイトオートミールを食べてます。ラッケーさんいいね、ありがとう。なんか昨日の夜にオートミールに豆乳入れて、でその上にバナナとブルーベリーを乗せてます。正解の食べ物かは知らない。サウナに行ける時間があったらいいんですけど、ないんよ。しかも広島サウナ行けるとこね、なんかそんなない。広島市内で結構時間かかる場所だったり、一人サウナは本通りにあるけど高いじゃん。男性は結構多いらしいけど。カレーいいな。中華丼いいな。中華丼いいね。レーガンジャーサー行くの？いいな。え、
最近行ってたくない？あ、違う人あれ。いや、あれ違う人なんですか？え？本当？エビマヨのコンビニのおにぎり美味しいよね。そう、冷凍もね、引っ越し前食べきらないといけないからちょっとそれに追われてる実は。ブルーベリーに追われてます。高慶さんいいね、ありがとう。米粉ドーナツそんなあるの？へー、昨日行った。え、行ったよね。え、どこし今旅行で来てるってこと？ちょっと香川住んでたん？旅行で来てるよね。マジ見た目何食べてんのって感じじゃない？オートミールがさ、ちょっとなんかちょっと紫になってるしさ、何食べてんのって感じすごくない？今ほの湯、ほの湯遠くない？お前もガチ遠くない？いや、ほの湯ってあれでしょ、ガチ遠くない？甘いの、蜂蜜かけてるから甘い。なんか豆乳の量もギリギリだったの。先に豆乳入れる。宇治だよね、遠くない？この湯って宇治なんとこあるところ？私宇治なんところは一時期サウナ毎日行った時あるじゃないですか。あれはほの湯にずっと毎日通ってた、歩きで。やばない？結構時間かかるよね、あそこ。休みじゃないといけない。うん、ポスター見にくて嬉しい、すごい。なんか広島駅にもあるみたいだよね。なんかデジタルのやつ出るんだよね。違うっけあれ、広島駅なんか出るんだよね、5日まで。知らなくてユイニャンに言われて知った。いそうなんて。うんうん、近いといえば近いかも。いや全然近くないだろ。宇品って言ってもさ、もっと1個超える宇品じゃない？なんだ、何やったっけ、なんて言ったらいい、もう1個超える宇品じゃない？みんながよく行く宇品の通りじゃない宇品じゃない？わかる？なんだろう、1個超えるというか、違うよね。みんなが通る宇品のもうちょっと向こうじゃない？ね、歩き結構しんどいよね。私も意地で歩きで行ってたの、絶対日の出は使わないみたいな。宇品港の手前じゃけ、そんな手前じゃないやろ。え、そんな手前じゃなくない宇品港の？それよりかもっとこっち側じゃない？船があったところだけど、それよりはもうちょっと本通り側というか、どうやって行くっけ。ね、ほの湯なんかいろいろ場所ありますよね、行きたい。車あったら行けるよね。マジで車あったら行きたい場所いっぱいあったもん、広島。尾道も車あったら行きたかった。車あったらね、ちょっと電車遠すぎてしんどいと思っちゃう。しかもさ、車も自分運転しないから行きたいって思えるんだろうね。車運転してたら行きたいって思わないんだろうね。人の運転だから行きたいって思うんだろうね。最悪は私。あはは、うん、ブルーライブから北上したあたり。いや、みんなブルーライブもどういうのよ。昼夜公演ってどうすんの間、みんな。ブルーライブの昼夜公演あるじゃん、いつもの合間時間何してるの？
今はさ、ココアさんがさ MV で行ったが聖地になってるけどさ、なったけんさ自販機のとこで写真撮れるけど、路面電車乗って暇つぶししてる。うん、そうだよね。だってなんかありますか。あ、車ね。うん、車、確かに確かに。あそこ駐車場広いですよね。いや、あれは無料ですか、あの駐車場は。違う、普通にあそこは止めちゃダメなの。うまっ。うんふんふん。そういえば私ラッピングしたいんだったチョコ。なともさんありがとう。うん、昼ごはんこれ。朝ごはんだよ。なんか路面電車一日乗る方であるよね。ハッピーハロウィーン。なんともさんありがとう。どうなんじゃ。私もさ遠征とかしたいもん。遠征したい、公演のために遠征したい。チケットで取れた。おおめでとう。おめでとうすぎる。ブランチ、ブランチっていうんこれ。眠くなってきた。ご飯食べながら眠くなることある？なるほどね。ブランチって王様ブランチっていうさやつあるじゃないですか。それはそうってことか。なるほどね。フルライブは駐車場無料の時と1000円の時がある。なんでどういう違いなんじゃろ。人が多い時とかなんかな。平日とか土日とかであれなんかな。10分休憩で見てます。ありがとう。何だっけ、何言おうとしたっけ。なんか言おうとした今。日曜日タオル持っていかないと。涙を拭くタオル。大丈夫、泣かせないから。泣けないよみんな、むしろ。そんなことある。隣が結婚式場なの？あ、そうなんだ。知らなかった。なんかさ、コンサートとかのためにさ、遠征してるのいいなと思う。なんか広島とかもアーティストさん来られるじゃないですか。そしたら広島がその人たちのファンで溢れるじゃないですか。で広島に住んでる人からしたら、あ今日なんかあるんだって、ちょっとなんかざわざわしてるから、あ今日なんかであるんだって思って知るじゃないですか。なんか楽しそうって思わない？
まあ私たちが明日そうなんですけど、私たちは私は出る側なんですけどね、まあ、まだそう、いや楽しそうだなって思う。バリさんありがとう。お腹いっぱいになってきた。それな、お腹いっぱいになるとさ眠くなるよね。やばいよ、やばいよ、眠くなっちゃう。公園ために遠征してたけど、もはや風島住んだ方が買いやすい。いける、確かに広島で職を見つけな、みんな眠くなる。歩けるけどライブやイベントがあると興奮する。家から歩いていくん。仕事中頑張っちゃう。もみじまんじゅうとか焼いたら適当もみじまんじゅう焼く仕事とかどうですかね。メンバーにも貢献できる、メンバーに貢献できるのがいいよね、せっかくなら。今来ました、ありがとう。時給980円、やだ贅沢。あっちゃさんケーキありがとう。何言おうとした、今なんか言おうとしたんだよね。揚げもみじの販売とかやったら絶対メンバー来るよ、絶対一回は来る、絶対来るから。どうこれ、コウジさんありがとう。ユージさんだった、ユージさんありがとう。時給5000円。頑張ってお仕事。四国住みたい、わかる、いいよね四国、ちょうどいいよ。香川ら辺がね一番いいと思ってる私。高松とかに住むとマジ楽だと思う。高松、まあ境ででもいいと思う。すぐ本州行けるもん。アサイボールの販売したらアンナ行く。アンナは行くよ。アサイボールね、広島何個かあるんだけど、なんか入りにくいお店ばっかりで行けなかった。でもサラピとあれ行った時は食べた。エッグドシンクスだっけ、行った時アサイボールあってサラビと食べた、美味しかった。香川県ちょっと水不足がやばいかも。そんな生活にさ危険を犯すぐらい水不足じゃない、その私たちの生活までに水不足が関わってこない。なんだろう、今日はお風呂のお湯がたまりませんでしたとか最近はないですよ。なんか昔はなんかプールの水が今日は張れないのでプールが今日はできませんとかあったらしいよ、めっちゃ昔はね。で今はそんなんないし、生活はできるほどはある。一応香川水不足だからすみませんって何やねん。どこまで生活はできる、できてたよ私は。
どう好きだかが住みたい。めっちゃいいよ絶対。食費も安く収まりそうじゃない。開拓したよねいろんなお店。でもねなんだかんだねポツンってやってるうどん屋さん美味しいんよ。なんかひっそりやってるうどん屋ね。海水が山ほどあるの確かに囲まれとるのに。30年前は昔だよ。今はもう30年前じゃないもん。中松の商店街すごいよ。すごいすごい。すごいよ。ちょうどいいよ。だってさ、神戸にもつながってるんよ。神戸というか兵庫県にもつながっとるんよ。明石海峡大橋。そう、アーケードの長さ日本一やけん。すごくない？香川一番さ狭いのにさちっちゃい県なのにさアーケードの長さ日本一長いってすごくない？すごいよね。しかもメンバー絶対いつか来るよ。ステージとかでさイベントとかでさ何回かやってんじゃん。あの丸亀町グリーンところで絶対来るから。1年に1回来るから。そうね、ため息は多いですよ香川県。でも香川県ため息が多いからって私の生活に及ぼされたことない。あ、ため息多い、多かったらなんとかっていうことじゃない。ため息がただ多いだけ。香川県他の県からダムもらってるん、もらってるんやで。もらってていいやん。足りてない、足り生活するためにさもらってるんだったら別に。これ助け合い精神だよ。なんでダメなんですか。助け合い精神、助け合い精神。それを恨みに思ってるんですか。あの香川野郎水不足だからってうちらの水を取りやがってって。ん私結構小学5年生の時に岡山引っ越してその後香川は通ってたんですけど高松とか商店街とか行かなかったからあんなに発展してるの知らなかった。そう知らなかったんですよ。バーン知らなかったからさすごいですよ。配信地どうしちゃうかな。マッサありがとう。うん、あ、まあ見て。移動かまたんな移動好き。え、寒い。映らないようにしてここは今日。寒いよ。
かまたんのと秘密の部屋。うわー、暗くなった。確かお店の中あったかいよね。高松にグリーンアリーナを超える体育館ができるらしい。ステイがそこでやるってなったら絶対来たいな。トゥル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 。太陽は水平線の彼方を目指して、ある駅ただらかずる夕暮れに。なんかチーカーが、チーカーじゃない、なんかストローがなんか埋まってない。八割さんはどうかな。まだ溶かしたらいけるっちゃいけるのかな、これ。チーカーさんのストローが飛び出てる。うん、八割さんは八割さん。炭治郎みたいな。何が炭治郎みたい。どういうこと。なんか頭からストロー飛び出てるんだけど、どうしたらいい。チーカーチーカー頭からストロー飛び出てるんだけど、どうしたらいいんですか。どうしたらいいんだろう。見て、昨日リコチがね、差し入れでね、みんなにレモンくれたの。つーの。これさあ、どんな味なんか分からんの怖くない。なんかチーカーさんのストローの件どうしたらいいと思う。ストローのあれが飛び出てるんだけど、どう思う。みんなストローさんが飛び出てるんだけど、チーカーさんどう思う。これを毒味しようと思う。これを毒味して美味しかったらプレゼントできます。持っていくときにはさすがに硬いはないと思うけど、うん、味はめっちゃうまい。味はうまいけど辛いか。ちょっと溶かして入れたらいい。あ、なるほどね。天才だね。ちょっとチョコを溶かせばいいのか。11時になったら言ってほしい。てか今何時？時間ないよね普通に。私は急ぎじゃないんだけど全然。冷やせばいけるかな。でも美味しい。前歯かけたりどうしよう。セラミック間に合うの。
予約取れないよね絶対。明日とか祝日だもん。うん、52分ありがとう。今8割セット、これは8割、これ入れるか迷うな。これ入れようかな。ありがとう。大和さんありがとう。どうですか？表面溶かした方がいい。どうしたらいいのこれ。上にチョコを足せばいいって感じ。お菓子ありがとう。今チョコ溶かし中。ジーカーちゃんのその前にいればいいってことでしょ。溶かすのはジーカーちゃんじゃなくて余ってたチョコ。余ってたチョコ足りるかな、怖いな。まあそこは愛嬌ということで。愛嬌じゃないか、前愛嬌とかじゃないよね。でも一応ウサギはいるんですよ。ウサギは控えてます。チョコのウサギは控えてます。こっちの方がうまくいってる。やっぱホワイトチョコむずいのかな。ウサギさんはいる。だから何かあったらこのウサギさんで補える。ただチーカちゃんの方がいいだけで。今日キレートレモン決めちゃおう。ブル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 。失敗失敗失敗。マジでこんなしてる場合じゃないんだわ。チョコ溶けた？
もうちょっとだな。チクはもうちょっとみたいです。どうしよう、これ入れるか迷うな。大きいやつ残ってんよ。大きいチョコ、準備しよう。靴下取ってくる。どの靴下にしようかな。どの靴下、ピンクの違う靴下にする。歯も磨いちゃおう。嗯，好啊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 ，好生きているんだ、友達なんだ、コケラだって、コブタだって、あっ、熱っ、雨んぼだって、みんなみんな生きているんだ、友達なんだ。え、これ固まる？固まるか分かんなくなってきた。時間ないんだけど、うさぎちゃんにしようかな。
広島暑いんですか今日。やば、あったかいやつ来ちゃった。ちょっと待って、あったまるか不安なんだけど。今作ったものね、いいものの。やばいやばい、いいや、持っていくの明日。じゃあちょっと賞味期限怖い、普通に普通に賞味期限怖いかな。どう、賞味期限怖い？みんなの意見を聞かせて。15分で出るかな。ありがとう。じゅんさんありがとう。どう思う？どう思いますか？大丈夫じゃない？明日やばい？マシュマロか。マシュマロか。賞味期限がやばいとかじゃなくて、うさぎ8割とかウサギはなんかね、どうなんだろう。もう出れる準備完了した。明日はやばいか。ちょっと片付けよう。雨もだってみんなに。カッコン糖飲み忘れたっていいやかな。腕時計つけたから大丈夫。ちいかちゃんダメかな。私パネルいただいたんですよ。ファイトありがとう。ちいかちゃんちょっと無理かも。うさぎにしよう。今回うさぎちゃんでいきます。間に合わなかったため。なんか茶色くなっちゃった。悲しい。本当はウサギちゃんじゃない予定だったけど、ウサギちゃんになっちゃった。本当はちいかちゃんがいたのに。ちいかちゃんいたのに。
に母ちゃんがいたのにね。いいんだよ。ちいかちゃんは後で私が美味しくいただきます。ちょっとこっちは硬いかもしれないっていうのもちゃんと伝えない。よかった、うさぎ作っといて。お兄ちゃんありがとう。ちょっと茶色くなっちゃいました見て、ちょっと全部茶色い。こっちは8割で白いけど。できました。よし、ゆでる準備したよね。電気が自動だから私がいなくなって消えちゃった。ごめんね。トゥ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 。アメンボだって。みんなみんな生きているんだ。友達なんだ。ということで配信ありがとうございました。今からビタミンを摂取する。12山田さん、11位竹まつるさん、10位和則さん、9位アルマサドリアさん、8位くまっぴーさん、7位福太郎さん、6位しおりんさん、5位なおともさん、4位よしこっこくん、3位あっちゃさん、2位たかけいさん、1位かんじさん、たありがとうございます。では行ってきます。バイバイ。はい。